この裏切り者、抜け駆けなんて最低だよ。カフのこと親友だと思っていたのに。ユズ、ちょっといきなりどうしたのよ。あんたの結婚報告を見たのよ。今朝インスタに上げてたじゃない。この裏切り者め、よくもあんなものを堂々と投稿できたわね。確かにあげたけど、それが裏切り者ってどういうこと？私、何かユズを怒らせるようなこと書いたっけ？あの投稿自体がありえないでしょ。私より先に結婚とか許せないんだけど。友達なら、小学校から一緒の親友なら分かってるよね。私が誰よりも結婚式に憧れがあること知ってるよね。それはもちろんだよ。小さい頃から夢は花嫁さんって言ってたもんね。ならなんで私より先に結婚するのよ。投稿に書いていたけど、結婚式も挙げる予定なんでしょ。私が誰よりも先に結婚式も挙げたかったのに。なのになんであんたが先にやろうとしてるのよ。まさかそれで怒ってたの？怒って何が悪いのよ。私はあんたに出し抜かれたのよ。小さい頃から結婚には興味ないとか言ってたくせに、なんでそんなこと言ってあんたが先に結婚するのよ。そんなこと言われても、いいご縁があったとしか、興味ないと言っても、積極的に婚活するほどじゃないってだけだし、いい人がいたらそれを結婚したいなって思うわよ。この裏切り者、私はカホのこと許さないからね。だなんてもう絶好よ。絶好？私たちの友情こんなことで終わっちゃうの？そうよ、終わりよ。あんたが親友の私を裏切ったからね。そんな、でもそんなのカホだって嫌に決まっているわよね。だから喜びなさい。寛大な私があんたにチャンスをあげるわ。チャンス？今度の結婚式で私に受付をやらせなさい。そしたら絶好しないであげる。受付よ？それがチャンスなの？だって結婚式場の受付なら新郎友人と知り合うチャンスがあるからね。カフの旦那さん大手企業で働いてるんでしょ？結構給料も良くて人気の会社だって聞いてるわよ。まあどちらかで言うとそうかな。彼が言うには収入も福利厚生も最高って言ってたけど。そんな人の友人ならきっといい男がいるに違いないわ。だから私に受付やらせたいよ。親友だし別にいいわよね。その申し出はありがたいんだけど、ただちょっとそのお願いは難しいかも。実は受付は他の子にお願いしようと思ってるんだよね。はぁ？ほら、式場の受付ってご祝儀のお預かりもあるし、責任重大じゃない。ゆずってそういうの苦手だし、他の子に頼もうと思ってたんだ。責任とか好きじゃないけどやらせなさいよ。あんた私の礼を邪魔するつもり？自分だけ抜け駆けして結婚したからって調子に乗るなよ。そんなんじゃないわよ。じゃあやらせなさいよ。それとも何？この私と縁を切ってもいいっていうの？もう分かったよ。受付はユズにお願いせるよ。でも自分からやるって言ったからにはちゃんとしてね。遅刻とかも絶対に許せないからね。分かってるって。当日たくさんの人と連絡先公開しちゃおうっと。ねえケータ、この間試着したドレスどれが一番良かったかな。来週また別のドレス着るから参考にしたいんだけど。あ、お前の着るドレスなんてどうでもいいだろ。くだらない質問してくんじゃねえよ。え？それよりもお前は痩せる方が優先だって。アホ、お前今日からダイエット始めろよ。それで今より10キロ落とせ。あ、10キロ？痩せたらどんなドレスも似合うだろ。だからいいな。絶対10キロは体重落とせよ。これは旦那様命令だからな。ちょっと、ケータ、急にどうしたのよ。いつもの優しい雰囲気と違うし、それに私の体型に今まで何も口出ししたことなかったのに、なんかまるで別人みたいだよ。そりゃ、交際してた時は本音は言わないだろ。でももう結婚してお前は俺の妻なんだ。お前がだらしないと夫もだらしなく見られるんだよ。だからそうならないように妻として努力すべきだと思わないのか？え？それに結婚式には俺の友達もたくさん来てくれる予定だしな。あいつダサい奥さんもらったなーって言われたくないんだよ。私自分で言うのもなんだけど結構痩せてるよ。身長160センチで体重50キロ切ってるし、普通もしくはちょっと痩せたいキャラと思ってるんだけど。は？お前何言ってんの？女の40キロ台はただのデブ。俺の自慢の妻になりたかったら30キロ台にはならないとな。
30キロ台？ちょっと、ケイタ、本当にどうしたのよ？なんかもう、全然キャラも変わってるし、まるで二重人格だよ。いつもあのままの私が好きって言ってたじゃん。そういえば、女は喜ぶから言ってただけ。そんなの本気で思ってるわけないだろうが。え？いいか？ついに結婚もしたし、結婚式の準備も始まる。そろそろ楽しいカップルタイムは終わりなんだよ。これからビシバシ鍛えていくぞ。俺の隣に立つのにふさわしい妻になってもらうからな。ちょっと待って、これが本当のケイタなの？私ケイタがこんな大会系だなんて知らないんだけど。ああ、そうそう。母さんには話してあるから、これから毎週俺の実家に通ってもらうぞ。10キロダイエットしながら、花嫁修行もしてもらうからな。ゆず、今どこにいるの？受付任せたいから早めに来てほしいって伝えたよね。カオごめん。私今日の結婚式行かないことにしたの。だから受付は他の子に頼んでくれる？ちょっと待ってよ。欠席ってどういうこと？ほら、私って出会いのために受付に立候補したじゃない？でも実はもう素敵な人と出会っちゃって。私ケイタ君と結婚するからもう出会いは必要ないんだよね。ケイタ君と結婚する？ペペペペペペペ。彼まだ式場に来ていないでしょ？ずっと連絡もつかないでしょ。じゃじゃーん、実はなんと血の抜けた君は今、私と一緒にいるんだよね。はあ、どういうこと？今、式場みんなで新郎のケイタを探しているのよ。それが、はあ、あんたと今一緒にいるですって？何よ、それ。意味がわからないわ。いや、わかるよ。式当日に新郎が他の女と一緒にいるんだよ。つまりあんたはケイタ君に捨てられたってこと。彼は私と結婚するの。だから全く意味がわからないのよ。なんであんたたちが結婚することになるのよ。今日は私との結婚式当日なのよ。もう鈍いわね。つまり簡単に言うと、私があんたから略奪してやったってことよ。ああ！私ね、あることに気づいたの。過去の結婚式の受付を頑張ってたくさんの人と連絡先を交換して、そこからやりとりを重ねて厳選してお付き合いして、結婚ってめちゃくちゃ道のりが長いでしょ？だからどうにかそういったルートで結婚できる方法がないか考えたの。まさかそれがケイタと結婚するってこと？そうなの！もういっそ新郎を奪った方が早いってことね。新郎を結婚相手に選ぶくらいだし、変な男じゃないのは確実。いろいろ回り道するより、これが最短ルートだよね。なんでそうなるのよ。親友の新郎を奪って、あんた一体何考えているの？私は最初から花嫁さんになることしか考えてないもんね。それに彼も私の方が可愛くて、拒するタイプだって。なんかよくわからないけど、ダイエットもできない女と結婚なんてできないだって。もういろいろとありえない。だんだん頭が痛くなってきちゃった。あ、だけどこれが現実だから。今日の結婚式に新郎も私も行けなくなっちゃった。略奪するところって私たちのこと恨まないでね。分かった、全然いいよ。え？じゃあとりあえず今日の結婚式は当日中止ってことで、あとはこっちで手続きしておくわね。は？何よその冷静さは。何かおかしなところでも？は？カホ、あんたはたった今私に夫を奪われたのよ。普通はもっと慌てるもんでしょ。私を捨てないで彼を返してって私に泣きつくところじゃない。いやいや、別に携帯に流す涙なんて一切ないから、むしろ略奪してくれてありがとうって感じかな。結婚式を中止にしてくれて本当にありがとね。は？この状況でありがとうって、あんたそれマジで言ってるの？うん。ゆずには心から感謝してるよ。ぶっちゃけずっと離婚を悩んでいたから助かったし、これで心置きなく携帯と別れられるからね。さっき入籍しちゃってたのは痛手だけど、とっとと離婚届もらってくるよ。はぁ？離婚悩んでいたって何よ？あんたたち新婚早々もう不仲なの？妻を所有物としか思っていない男なんて願い下げ。仕事だけできても人間性はゼロ。そんな男は必要ないから。っていうか、今仕事すらできない男か。無職男とどうぞお幸せに。え？無職男ですって？やっぱり、まだゆずにも隠してるんだ。まあでも私もつい最近知ったんだけどね。
実はケイタったら仕事でバカやったみたいでクビになってたの。それはずっと私に隠していたんだよね。クビに？結婚した直後に急に亭主関白っぽくなってね。あまりにも変だし、少し周りを調べたの。そしたら会社をクビになってたことが分かったんだよね。しかも結婚の投稿したその日にクビになったみたい。え？なんでも自分のミスを部下に押し付けたのがバレたみたい。これが結構悪質だったみたいで、信用問題でクビになったんだって。待って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 。それで無職って本気で言ってるの？彼、私年収1000万あるとか言ってたのに。前職はね。でも今は無職だから0円だよ。信じられないなら、隣にいる彼に直接聞いてみなよ。今一緒にいるんだもんね。おい、カホ！お前、いつから俺が無職なの知ってたんだ？一ヶ月ぐらい前かな。まだ親にも友達にも誰にも言ってないんだって？当たり前だろ！会社をクビになったのって言えるかよ！そうだよね。年収1000万を同窓会で散々自慢していたもんね。そんな自分が無職だなんて言えるわけないよね。調べてる時に分かったんだけど、私に急に10キロ痩せろって言った日の前日、ケタ、中学の同窓会に参加してたんだね。同窓会のハガキと領収書が部屋に落ちてたよ。勝手に部屋に入ったのか？そうだもの別にいいでしょ？それにどうにか頑張って同級生の人たちに連絡取ったけど、同窓会で自分の年収を恥ずかしいぐらい自慢してたって聞いたわよ。実際はその前にも、会社をクビになっているのにね。え？その後はケイタの同級生を Facebook で探したわ。皆さん医者に弁護士に大手商社マンにすごいよね。多方面で活躍されてる人ばかりじゃない。中には綺麗なモデルさんと結婚されてる方もいたわ。くだらないけど、これに触発されて私に痩せろって言ったんでしょ？自分じゃ自慢できるものが何もないからって妻を使うなんて。あんた人として恥ずかしいと思わないの？うるせえ！まあそうだよ。お前が思ってる通りだよ。友達はみんな順調で俺だけ落ちこぼれで悔しかったよ。だから妻だけでも勝たなきゃってお前に痩せるように命令したよ。でもそれの何が悪いんだよ。はぁ、あ、まさかの開き直り？夫の命令通り10キロ痩せられなかったくせに、そんなお前に文句を言われる筋合いはないんだよ。でもそんな時にゆずちゃんと俺は出会ったんだ。それで思いついたんだよ。仕事も見つからないし、妻も期待通りにならなかった。ならもういっそのこと逃げちゃえばいいってことにな。あきらと、本気で逃げ切ると思ってるの？結婚式当日に浮気相手と逃亡して、こんなの私も許さないし、あんたのご両親も許さないわよ。もう早速ご両親があんたを探しに行ったからね。え？きっちり責任取ってもらうから覚悟してね。それじゃあ今日はお疲れ様でした。捕獲はご両親に任せて、私は式を中止にしたら家に帰るから。ねえカホ、お願い、慰謝料請求なんてやめて。私はただの被害者なの。ケイタ君に騙された被害者なんだよ。はぁ、あ、夫と親友の二人に裏切られた私が被害者って言えるんですけど。カホも被害者だし、私も被害者なの。私ケイタ君が無職だって知らなかったんだもん。無視してたらカホから奪うなんてことしなかった。私はケイタ君にはめられたのよ。すごいいいこと言ってんじゃないわよ。ユーズ自らケイタに近づいたんでしょうが。近づいたけど、でも無職だって分かってたらすぐ離れたもん。だからお願い、私のことは許してよ。慰謝料請求されるなんて、400万も請求されるなんて聞いてないよ。結婚式費用と私への慰謝料を合わせて800万、それをケイタと綺麗に分けて400万円よ。しっかり責任取ってもらうからね。そんな、私たちは流れの親友じゃない。ここは友達らしくごめんなさいで解決しよう。お金を巻き込むなんておかしいよ。ごめんで済んだら警察は必要ないんだよ。友達から夫を奪ったあんたが友達らしくだなんて言わないで。もう私はゆずのことを友達だなんて思ってないから。そんな、私はただ花嫁さんに早く泣きたかっただけなのに。素敵な人と出会って早く結婚したかっただけなのに。ああ、それならなおさらケイタなんかを選ばなきゃよかったのにね。素直に式場に来ていれば、弁護士に医者に大手商社マン、たくさんのお知り合いができたのにね。そんなにいい男たちが来ていたの？ケイタは同窓会で結婚式のことを話していたみたいなの。
だから中学時代の同級生がたくさん来てくれてね。皆さんほとんど独身だし、ゆずのタイプそうな人も来てたわよ。あんた確か塩顔系男子が好きだったわよね。好き！同窓会でね、シュージマン野郎の結婚式に来てくれるくらい懐も深い人たちなのに。この度は友達が申し訳ない。できることなら協力するから。で、名刺もたくさんくれるくらいいい人たちよ。ああ、せっかくの出会いのチャンスを逃したわね。何それずるい！私だってその人たちの名刺欲しいよ！まっとうに生きてたら出会えたのにね。ほんと人生って自分のしたことがそのまま跳ね返ってきて怖いよね。あのさ、私、車両ちゃんと払うからさ、そしたらその人たちの連絡先、教えてもらえたりってできるかな？できるわけないでしょ。あんたはとっとと今回の責任を取って400万を持ってきな。1円たりとも私は負けてやらないからね。ゆずとケイタはなんとかお金をかき集め、一括で私に400万ずつ支払ってくれました。その後ケイタは地元の同級生みんなから、もう付き合い切らないわ、と次々と縁を切られ、今は実家で引きこもり生活を送っているそうです。俺は年収1000万あったのに、とブツブツ言いながら、最低限の生活費を入れるとのご両親命令で、静かに内職をしていると聞いています。そしてユズの方はというと、こちらも今回の件について噂がどんどん広まり、ご両親から、そんなに結婚したいならさせてやるわと、今度50代の方とお見合いがセッティングされたそうです。誰にも早く結婚式ができるといいですね。